はい、北野です。今日はですね、ここで差がつく自己投資で結果が出る人出ない人の決定的な3つの違いっていうテーマについてですね、累計3800万以上ね、自己投資をしてきた中でですね、今7社経営する僕がですね、お伝えさせていただきたいなというふうに思うんですけども、まずですね、この自己投資ってよく大事だよっていろんなコンサルタントの人がね、まあ言ったりするじゃないですか、情報発信してる人もね、いや、自己投資絶対した方がいいよみたいなね。まあ結局自分のコンサルを買ってもらいたいだけなんじゃないのみたいなね、いうような人もいますけども、基本的にですけども、この自己投資の本質って、これ僕自身は今まで4000万以上やっぱり今まで累計ですとね超えてますやってきて思うのはやっぱり、将来のお金と時間のですねやっぱ節約っていうところが本質だと思うんですよね。で、実際に自己投資っていうのはお金を払ってないか知識を得たりとかメンターをつけたりとかそういった知識を吸収することによってスキルになるわけですよ。で一回、自己投資して頭に身につけたスキルっていうのは知識財産という形で盗まれないわけなんですよね。もうお金は盗まれることあるけど知識は盗まれないみたいな。で自己投資に使ったお金っていうのはあくまで経費として、ね、皆さん考えてほしいなと思っていて、例えば、皆さんが30万円でですね、自己投資を受けてないか、スクールに通ったとか、コンサルを受けたってなった時に、それで年収は500万アップしたらですね、30万で500万ですよね。30万入れたら500万出てきてるわけですよ。利益いくらで使ったら470万ですよね。ってことは、30万の経費で470万は利益を出した。これいいですよねっていう話ですね。あとは100万円の自己投資をして1000万円ね、売上がアップしました。そして利益は、はい、900万円ですよね。まあ僕も最近もね、400万ぐらいするコンサル買ったりとか、600万ぐらいするコンサルとかね、うちも出版とかでだいたい1300万か1400万ぐらいね、コンサル代、使ったりとか、結構使ってきてるんですけども、ここぞっていう時にはですね、ガッと僕は使います。で、もちろん自己投資の時にも正しい判断基準っていうのをね、ちゃんとあるんで、それは後でまたご説明するんで、最後は見てほしいんですけども、まだ500万自己投資をすることによって4000万売上アップしたら利益3500万ですよねっていう形で、いわゆる売上とか収入アップするためには絶対に経費ってかかるわけじゃないですか。でその経費っていうのが基本的にはコンサル代だったりとかそういった知識投資っていうのを主に当てていくっていうのが最初のうちは重要かなっていうところが僕の見解ですと。で、いわゆる1万円入れて5万円っていう自動販売機ってところですよね。1万円を投資することによって5万円の最終的に長期的に見たリターンであるんだったら、この自己投資ってめちゃめちゃレバレッジあると思いませんか？ 1 万円入れて5万円になってくるわけですよ。もちろんすぐではないです。それが3ヶ月先なのか半年先なのかってことなんですけど、ある程度タイムラグがあります。でも、長期的に見たときに、その自己投資をするっていうレバレッジをかけることによって、長期的な収入リターンが増える。で、これをやっていかないと、今の収入とか売上ってやっぱ上がらなかったりとか、年収300万円のですね、コンフォートゾーンの中でいくら考えてもそれ以上のアイディアって出てこなかったりするんですよ。なので結局じゃあプロにお金を払ってコンサル受けるのがまあ早いよねって話なんですけども、まあ、10年かけて独学で年収1000万達成した A さんと6ヶ月プロから学んで、月収100万年収1200万の B さん、どっちがいいですかって言ったら B さんの方が9年半もですね人生を得しているわけですよ。でその9年半でもっと次の人生、ステージに登っていくことができるって考えたら、時間は有限、人生は有限、人間やっぱりいつ死ぬか分かりませんから、でも、お金をかけることによってその、いわゆる成功までの時間っていうのを短くすることができたら、こうやってめちゃめちゃコスパいいと思うんですよね。で逆に自己投資しないとどうなるのかっていう話なんですけど、これね5つありますデメリットね。でまず1個目っていうのが職を失い稼げないリスクっていうことですよね。やっぱり今の時代ってフリーランスの場合だとしても今の事業うまくいかなかったりとした時にじゃあもう一回再起できるかって言ったらそのスキルがないとやっぱ再起できませんから、やっぱりそのスキルっていうのをしっかり自己投資をして知識財産として身につけてる人は強いですよね。あと失敗したら立ち直れない。莫大な多くのチャンスを逃す。この多くのチャンスっていうのは何かっていうと、やっぱ自己投資をしてある程度知識が入ってくると、結局、ビジネスアイデアとかチャンスに気づけるかどうかっていうのは、自分が今まで頭の中に何が入ってるかっていうことなんですね。それがないとアンテナを張ることすらできませんので、日々日頃からそういった、知識投資であったりとか学べの投資をしている人っていうのは、そのアンテナがすごい張り巡らされているから、いわゆるチャンスってそこら中に転がっているんですけども、チャンスを捉えられるような眼力が身につくって話ですね。四つ目、一生下請けしかできない、人生になるということですね。これ下請け仕事っていうのは、まあ、下請けは悪いっていうわけじゃないです。これ語弊があるといけないんで先にお伝えしておきますけども、ただ、やっぱり大きくレバレッジをかけてですね、年収1000万、3000万、1億っていうふうにゆくゆく行きたいと思ったら、やっぱりレバレッジをかけて自分自身がプロダクトですよね。まあ、企業家のように商品を、作って販売をしていくって側に回らないといけないので、ってなった時に、やっぱりずっと受託業だけだったらやっぱり収入は大きく上がりませんから、やっぱり年収1000万、1億って行きたい場合は、やっぱ投資をしていく。で、5つ目っていうのは、時間とお金を結果的に無駄にすることになるって、まあ、これさっき言った話ですよね。10年かけて、独学でやってた A さんと、半年で成功した B さんの話ですと。はい。で、僕の持論なんですけど、借金してでも投資した方がいい場合っていうのもあるわけですね。で、どういう場合かっていうと、僕昔そうだったんですよ。借金がね、トータルで400万ぐらい膨れ上がった時期がありまして、僕当時ね、300万ぐらい、借金あった時期っていうのが21の終わりぐらいの時、300万ぐらいありました。
で、無一文で、当時の僕ですよ、借金300万あったらどうするかっていう質問なんですけども、僕だったらですよ、さらにプラスで100万借金して、そのお金で、スキル投資をして、事業投資をして、その売り上げを半年間で、まあ、500万稼いで借金ペイしますと。だから、結局今すでに借金があるんだったら、もう別に借金がちょっと増えようがあんま変わらないと。だからもう100万借りちゃって、さらに借金しちゃって、で、そのお金を使って、レバレッジをかけて、ビジネスを大きくしていって、それでまあ借金返すみたいなね。あの発想の方が早いです。で、普通に例えばアルバイトとかでそもそも300万返そうと思ったら何年かかんねんって話ですよ。10年以上多分かかると思いますよ。なので、まあ僕はこの道を選んで、で、結果的に借金を返して、23歳で年商2000万まで持っていって、そこから1億、3億、4、5億っていう感じで来てるんですけども、はい。で、なるほど、じゃあ、今すぐ自己投資を買い使いますね。コード見ている方は、まあ思われる方もいらっしゃると思うんですけども、ちょっと待てという話なんですね。自己投資で成果出る人出ない人ってところは、実は3つね、ポイントがありまして、この3つのポイントを、押さえていないと、よくわからないコンサルとかね、無駄なものにお金をね、使ってしまったりとか、もちろん世の中にコンサルっていうのは良い悪いってのはそんなにないんですけど、基本的に自分にとってそのコンサルが、あんまり必要じゃないのに高額を払ってしまったとか、そういった失敗っていうのを、ね、減らしていただきたいと思ってるんですよ。だから今日はあえてこの話します。まず1個目のポイントっていうのは、目的意識を持って自己投資してくださいって話ですね。自分は今何ができていないのか言語化する。例えばビジネスで売り上げが上がってないんだったら何がいけないのかな、集客ができていない。じゃあ集客のコンサルを学ぼう。これはいいんですよ。でも、ビジネスで何がうまくいってるのかよくわからないな。じゃあ、とりあえずお金のセミナー行ってみよう。これダメなんですよね。これ根本の解決になってないから。だから、あなたのビジネスを成長させる根本の解決になるような目的意識を持ってね、そういったスキルに投資をしていく。集客ができないんだったら集客を学ぶ。営業が苦手なんだ営業を学ぶっていう感じですね。二つ目はですね、回収の目処を立てようって話です。100万のコンサル受けたらそれをどれぐらいのスパンで回収できるのか、さっきも言いましたよね。経費っていうのは回収していくって考え方ですね。100万のコンサル受けたら半年間で、例えば30万以上の単価のサービスが3、4本売れたらペイできるよねとか、それの目処を立ててくださいということなんですね。ある程度。これはまあ1年ぐらいで回収できそうな目処があるのかっていうのは一個判断軸になりますと。で、3つ目はですね、再現性があるかどうかですね、自分でもできるのかを客観的に考えてみるっていう話で、よくですね、まあ僕昔ですね、ブログ集客の塾に入った時に、すごいやっぱりその抽象的な教え方というかですね、ブログがためになる情報を書けばいいんだみたいなのをですね、学んだ時に、ためになる情報って何と思ったんですよね。で、そうじゃないですか。だから、結局のところ、具体的にまあうちの学科だったらテンプレートとかね、うちの集客学科とかありますけども、すべてね、初心者の人でもちゃんとできるのかとか、自分でもできるのかって話なんですよ。パソコンはめちゃめちゃ得意な人が今からまあエンジニアになります、まあこれはいけると思うんですよね。で、デザインのスキルがありますって人はデザイナー目指す、まあこれはいけると思うんですよ。でもパソコンのスキルもないデザインのスキルもないって人はいきなりホームページ集客やるって結構無謀なんですよね。無茶なんですよ。プログラミングとか HTML とか SEO 対策やるって難しいんですよ。だから自分でも本当に再現できるのかってところをね見ないと、結局高額払ってコンサル受けたりしてもできなかったり無駄になっちゃうんで、っていうところを見てほしいなというふうに思います。ということでね、結論、今回この3つのポイントにぜひ意識していただいた上でね、自己投資していただけたらと思いますので、今日の動画少しも良かった方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、またシャン概要欄から LINE でお友達登録いただいて、SN 集客動画プレゼントゲットしてみてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。